男は絶望し、もがき苦しんでいた。再生回数が欲しい。チャンネル登録者数が欲しい。くそ、くそ、俺はこのままじゃ、親子になっちまう。そうだ、あれしかない。あれで一発、バズるしかない。どうもカメです。今回は、現環境最強、あの KN を超えた、最強武器、派遣武器ですね。もうこれを使えば、もう勝率 100% 間違いなしというね、武器を使っていこうかなと思います。早速打ち出していくんですけども。2発キルですよ、この武器。最強じゃないですか。最後ということでね。はい、どうもカメです。今回なんですけども、ちょっと豆知識中ですね。まあ、裏技もちょっと紹介していくんですけども、まあ、そちらの方ですね、紹介していきたいなと思います。割とね、このシリーズ結構人気で、まあ、毎回再生回数3万以上はいってて、うん、まあ、結構いい感じなんですけど、ウハウハなんですけども、ぜひぜひね、最後まで見ていってくれたらいいかなと思います。割とね、多分ね、ほとんど知らない人多いと思う。うん。ケアパケの上にね、普通ケアパケとか載せれないんですけど、まあ、その方法とかね、ちょっと今回は紹介しているので、参考にしていってくれたらいいかなと思います。それでは早速、行きましょうか。はい、ということでですね、普通ね、このケアパケの上にケアパケって置けないですよ。そう。この上にケアパケって置けないですよね、普通。そう。こういう感じに。ちょっとね、すごいね、ちょっとさっき実験したやつが残ってるんですけど、そう、こういうような感じに、上に置けないですけど、この上にトロフィーを焚いてあげるんですよね。トロフィーを焚いてあげて、で、その上に、ケアパキを置く。これで置けるんですよね。そう。これで置いて、これね、うまくいかなかったら、そう、ちょっとずれちゃうんですけど、そう、さっきずれちゃってこうなったんですけど、おーっと、OKOKOK。で、で、ちょっと誰かもう一回やってみます、これ。この上にトロフィー置いて、ケアパキ置いて、ちょっとやってみます、これ。これ3段いけるかな？これ3段重ねね、割と難しくて。オッケーオッケー。これ3段いけるかな？これ3段いきますかね、これ。さて、これ崩れ、これ3段目で割と崩れたりするんですよね、これ。来い。おー、おー、すげえすげえすげえ。来た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 。はい、ということでね、これちょっと4段目いってもらいましょうか。ちょっと4段目、誰か。誰か、スターさんでも。はい、トロフィー大きいの、いけるかこれ4段目。これワンチャン、これ屋根の上乗れますよね。これすげえな。やばい、苦戦してる。これ起きるかこれ。いける？はい、ということでね、4段目行くんすけど、これ乗れんのかこれ。あれ降ってこへん。あー、降ってきた。あれ、うお、おー、なんだ今の。いや、4段目乗った。ちょっと待って。ああ、降ってきた。あれ、うお、おー、今の何あの辺なんか一回さ、下に押してブーンってなんか、やばい、今の。下に押してブーンってなんか上に上がっていったんですけど、ちょっと待って、これこそサムネイルやな、これ。これこそサムネイルするな、何今の。ブーンって上に上がっていった。いや、これちょっと5段目やっていきましょうか、もう一回ちょっと食べましょう。いけるかなこれ。これでもね、普通理論上いけるはずなんですよ、これ。マジっすか。これ多分ね、この階段が支えてるんですよ、多分。いける。これちょっとめっちゃ怖い、俺マジで。俺ミスったらやばいぞ、これ落としたら。来い。これ5段キアパキいけるんじゃねえの、これ。おーすげえ、なにこれ。やばい。これちょっと待って。これ待って、これが、これこそサムネイル。ちょっと待って、これ。一段上がることでサムネイル取り直せますから、これ。よし、それではね、これ6段目行きましょう。これ6段目置きます、上に。いけそう、これ。いけるか、これ。いけそう、これ。ここにケアパキ、あ、ワンチャンいけるんじゃね？ここにケアパキ置けるんじゃね？無理なんか。これ5段がマックスか、やっぱ。5段がマックスっすかね、これ。これケアパキね、ここの階段のところに置けたら勝ちなんですよ。あ、それか、もう一個横に4段積みます、これ。もう一個横に4段積んで、そこに乗ってからやります、これ。うわ、これ弾かれ、なんかボヨーンって弾かれんねんけど。
はい、それではね、続いてなんですけど、これ豆知識ですね。まあ、実践では使えないですけど、ここにまず、ゴリアテ置いてもらって、で、トロフィーですね。トロフィーを置いて、この上にケアパケ。ほい、これ乗れんのか、これ果たして。これすげえ辛いな、なんか。多分ね、これ、端から、あ、どこ行った？おぉ！うぉ！どこ行った？おぉ！うぉ！シュッシュッってなった、これ。シュッシュッシュッってなった。これさらにいける？これさらにいけます、これ。うぉ、あー、これ味方のや。オッケーオッケー。オッケーオッケー。よし、よしよしよし。これ来るか？あれ？どこ行った？あ、もう、おぉ、おぉ、おぉ、すげえ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 、これこそさ、こっちがサムネイルですかね、やっぱ。ちょ、あ、これ、ちょ、あ、パンダさんどう言ってもらって、こういうような感じか。はい、それではですね、続いてなんですけども、ドローンですね、ドローンにハイブをつけてみようっていう感じでやっていくんですけども、いきますよ、ちょっと。あ？え？ついてるこれ。あ、え？ついてる？あれ？あれこれ、あ、なるほどこれ。弾かれんのか。ほらほらほら。いけますこれ。ほら、ついてるけど、あ、ついてる、え、ついてるよ。え、てか、敵のついてねえけど、敵のついてねえ。じゃあ、つけてもらいますもっと。あ、これ、味方の無理なんか。はい、ということでね、ちょっと弾かれたってこと、ちょ、もう一回やっていきましょう。これ、敵のドローンですね。ちょっと止まってもらって。あ、でも今ドローンの上乗れたような気がする。気のせいか。そのもんないか。ほい。ああ、でもやっぱ弾かれんのか。弾かれてますね、やっぱ。そうっすね。すげえな。ゴリアテとかに実はつけれるんですよ。これって。そう、ゴリアテとかにつけれるんですけど、そう、まあちょっとドローンは厳しかったかな。という感じっすね。はい、ということでね、まあ続いてなんですけども、ハブラですね、ハブラ。そう、射撃場にですね、このハブラが、無料迷彩のやつが追加されて、これ、ハブラさ、なんか無料迷彩めっちゃかっこよくねみたいな感じなんですけど、なんかサバゲーとかでありそうですね。そう、サバゲーとかでなんかこういうハブラとか、こういう武器ありな、そうなんですけど、そう。これで、実は、そう、ここにハブラがあるという感じで、確か他にもね、確か武器が追加されたと思うんですけども、なんか、タイプやったかな？そう、タイプとか、ね、こういうのは、そうそう、タイプがなんか追加されたみたいで、これ前にはなかったんですよね。うん。前にはなかったんで、これね、皆さんちょっとぜひぜひね、タイプとか、あとはですね、ハブラとか、使いたい方は、ぜひぜひちょっと使ってみてください。多分ね、これショットガンもなかったような気がするんですけど、気のせいですかね？うん、多分あったら申し訳ないですけど、そう、多分こういうショットガンとか、ここなかったと思うんでね、ぜひぜひ皆さんね、ちょっと射撃場で、遊んでみてください。うん、いいね、これ。はい、ということでね、まあ、続いてクラッシュですね、クラッシュの、まあ、その豆知識っていうかね、本当に豆知識っていうからには、まあ、実践もね、そう、まあ、実践性も何もないですけど、ここっすね、そう、ここの上の緑のとこっすね、に乗ってから、上に乗れるんですけど、まあ、ここから、まあ、乗れるんですけど、これ、割と難しいな。これ、あんまり実用性もない上にね、ちょっと難しいんですけど。いやー、今、もし、クソ惜しかった、今。行って。ほい、来た。いやー、ちょ、待って、乗ったけど、ボットに殺されてんけど。いやー、これ、とりあえずね、そう、あんまり実用性ないんでね。ちょっと皆さんね、まあ、ぜひぜひ、ちょっと参考程度に覚えておいてください、本当に。そう、ここに乗っても、OK。そう。まあ、実用性も何もないんでね。まあ、覚える程度によろしくお願いします。ということでね、どうだったでしょうか。割とね、ケアパケのやつとかに関しては、あれをやったところで、そう、普通にね、ランクマッチ中にあんなことやる暇ないし、てかね、5段ぐらい積むと登れなくなるんですよ、上に。そう。クラッシュですね。クラッシュの3番の、マンションか。マンションとかの上からやったらもしかしたらできるかもしれないですけど、これもね、またちょっと動画にしてみるんですけども、そう、次は何段詰めるかっていうのをね、そう、ケアパケ。そう、ケアパケタワーちょっと何段詰めるかっていうのをちょっとやってみましょうかと、思いますんで、まあ、ぜひぜひね、まあ、ちょっとその方も期待しておいてください。まあ、その射撃場にハブラが、実装されたことに関してなんですけども、まあ、これから、まあ、ノーマルのハブラとか実装されたりするんかわかんないんですけども、まあ、そのタイプとかね、うん、そう、今なんでタイプやみたいな感じで思うかもしれないですけども、うん、ちょっとね、皆さん、ぜひぜひね、ちょっとハブラとか手に入れれなかった方は使ってみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。